お前、あの疲れてないね。休みはなるよ。休みはないね。カツキ行くよ、カツキ。いや、アンニいるからな、そこ。ごめん、行けよ。行け。行け、行け。今日も苦しい試合になると思いますし、まあ、うまくいかないこととかあると思いますけど、まあ、先週レンタ君が言ったように、まあ、みんなで助け合って、最後楽しんでやることが大事だと思うんで、みんなで勝ちましょう。よっしゃ、レンタ行こう。したら一体感持ってしっかりと、うまくいかない時こそ全員で声掛け合いながらしっかりと今日は得点取り切って、まあ、しっかり体張るところだったりとか戦う部分っていうのは引き続き続けながら、あと後から入ってくる選手はやっぱり絶対結果を残すとか何かしてやるっていう気持ちを持って、チーム全体で今日は絶対勝ちましょう。よっしゃ、いくぞ。よっしゃ、勝ちましょう。はい、無失点行こうよ。行こうキャプテン、行こう。はい、行きましょう。はい、コヘ行こう。はい、リク行こう。行きましょう。食べます。お願いします。はい、ズマさん行こう。はい、宇宙黄色いボトルさ、これだ。はい、順平。順平、ゴール。
Yeah!
本日も応援ありがとうございました。来週また1週間いい準備して必ず来週も勝ちます。また応援お願いします。気をつけ。はい。お疲れ様です。いやまあ最高の結果が出せてよかったと思います。まあ本当に最初から出たメンバープラスやっぱり途中から出たね選手たちがやっぱりゲームをしっかりと変えてくれたし、またプレーの強度っていうのをねしっかり上げてくれたんで、本当にチームとして全体で本当に勝ったいい勝利だったと思います。まあ今日明日しっかりねリカバリーして、また火曜日からまあこれ今日だけ良くてね。次が負けてしまうとやっぱ意味ないので、今日のやっぱこのいい流れをねしっかりと継続していけるようにいい準備していきましょう。まあ勝ててすごい良かったんですけどまあ誰も満足してる人はいないと思うんで、1週間準備するのもそうですけど、まあ、今日みたいに入ってきた選手がしっかりと、まあ、結果をというかいいプレーをしてくれたと思うので、まあ来週も出ない選手も気持ちをしっかりと落ちないように保ちつつ、1週間またしっかり準備してやっていきましょう。終わります。はい、よし、ありがとうございます。いや最後エグいの通したじゃん。あれ元気さん決めるだけでした。あれ良かったでしょ。やばいよあれ。でもね、短いと思ったら綺麗に通った。いや、そう、なんかさ、やべ、短いなと思ったらディフェンス届きそうで来なかったもんね。来なかった。バイパス。いやでも、いや、ナイス。今日得点どうでした？いや、もうこぼれてきたから振っただけです、足を。あそこですぐ同点に追いついたのでかかったよね。あれでかいね。いやマジ2点目取られた後ちょっとやばかったですよ。雰囲気空気悪かったなーってなったけど、まあパワー持って出て取るように機会した。振り抜いたもんなレンタ。どうでした今日？今日まあシュートは良かったです。
はい、シュートは？シュートは良かったです。それ以外はまだあれだった。それ以外はまだまだですね。じゃあまたとりあえずは今シーズン初得点なので、はい、ありがとうございます。次節もここで CC セカンド戦なんですけど、はい、次節何点取れますか？次節はまあ1点以上続けたいです。また行きましょう。お願いします。ありがとうございます。今日の得点を振り返ってみてどうですか？まあ、そうですね、あの時間帯でやっぱ元気さんが奪ったんで、これはもう出してすればチャンスだと思って、まあ、信じて走ったら決まったんでよかったです。ありがとうございます。試合を通して今日結構仕掛ける場面がこの50に比べて多かったんですけど、なんか意識したところとかありますか？まあ、50の時はまあ結構相手もライン低くて、結構まあ知り合いとか多かったから警戒されてたかなあったんですけど、今回はまあ普通に割と自由にやられたんで、まあ後半とかは結構自由にやれてたんで、前半からまあもうちょいボールが来て自由にやれたらもっとやれると思うんで、ゴミ大丈夫、ゴミそういう感じでいきます。はい、ありがとうございます。